か、牛肉だ。ラム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 きた。ラムラム。はい、シュ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 です。今日はね、西新宿にあるひとりしゃぶしゃぶの店来ました。イエーイ。こちらは食べ放題のお店なので、ちょっと一個今日挑戦したいことがあります。元に取れるかどうかっていう挑戦したいと思います。私も今回初めての開店式のしゃぶしゃぶに来たので、すごい楽しみです。じゃあ入りましょう。今日のメニューは、こちらです。しゃぶしゃぶの食べ放題です。2750円90分、お肉と小鉢食べ放題。だから全部回ってるやつ、肉全部取っていいです。一体元を取れるかどうか今日挑戦したいと思います。大食い、いや大食い、若い時に結構だいぶ食べれたんだけど、ちょっと謎だね。でも私1日ほぼ全然食べてなかった。卵1個しか食べてない。今お腹ペコペコで、そう、めっちゃペコペコ。いっぱい食べたいと思います。じゃあ今日元は取れそうだね。はい、絶対取る。でもさ、これだったらさ、270円の中古行ったら、行けたらもう元取れたから、うん、よいしょ。中行けたらお出汁2種類選べます。どうしようかな。味噌と豚骨すき焼きも食べたいな。え、お店のルールって何ですか？最初はなんか一杯目が無料。そう、お出汁が、まあ、味変にしたらお金がかかるけど、最初の2種類は大丈夫。でもすき焼き食べたいから、すき焼きと、と新商品にしよう。はい、オーダー OK。 楽しみ。はじめよう。野菜还有キノコ盛り。然后だし呢，它有两种类可以选，然后超多。哦，它这边也可以点。然后它其实也可以，它这边可以点饭啊、乌冬啊、中华面，也有酒。すごい。いいね。すき焼きと味噌ごまです。はい。じゃあ最初は小鉢も食べ放題なんで。どんなものがあるの？サラダ。サラダ、大根梅サラダ、湯葉サラダ、あー、ピクルス梅サラダ、イエーイ。いただきます。うん、わ、酸っぱいけど、なんか食欲がこれから。そうそうそう。でも梅、梅おいしい。特製盛り、え、あ、そう、こうか、こう、あー、はい、330円。バイバーイ。ね、でもさ、これは台湾もありそうだよね。台湾、なんか見た、台湾の YouTuber も撮ったことある。でも多分系列は一緒じゃないけど、台湾もこういう店あるの。うん、うわぁ、打蛋。ザオ、ボイタンショ、片手は初めて。お、お、いける、お、いけた、いけた、あ、きれい。いただきます。うん、これね、これちょっと台湾との火鍋が違うのはやっぱりソースだから、塩と柚子胡椒と、これなんだっけ、味噌、やっぱ違うね、台湾と、うんうん、で、ちょっとサーチャーが欲しいよ。サーチャー欲しい。まあでも台湾の火鍋になっちゃうから、新商品の味噌とごま食べたいと思います。いただきます。うん、うまっ。还蛮快的，早い。嗯。え、でもいつもすき焼き何の肉だっけ？牛肉じゃない？牛
でもカルビじゃなさそう。わかんない。はい、いただきます。あー、うん、おいしい。やっぱ牛肉だ。すき焼きいいね、久々、うん。一皿の中に何枚あるの、カルビ？3枚。じゃあ10枚いけるんじゃない？10皿。あ、絶対いける、絶対いける。10皿いける。以上いけると思う。黒豚だよ、これ。見て、クラウンド。クラウンド、クラウンド。黒豚だよ。黒豚美味しそう。これも275円。こんなの全種類。ね、全種類食べてみた。イベリコ豚肩ロース。カモも食べてみた。カモ。牛肩ロース。牛肩ロース。さっき取った。もう分かんない。もう分かんなくなっちゃった。一、二、三、四、五、もう六枚いったよ。じゃあ十皿はいける。いけるよ、絶対もう簡単。
最後の1枚肉いただきます。もうお腹いっぱい残り10分くらいなんだけどもう無理。うん、おいしい。はい、終わり。こんな感じです。何枚食べたの？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 13皿。13皿でした。もうお腹いっぱい。チャレンジ失敗です。20皿いってないです。いやいや、10いったんでしょ。20皿行きたかったね。でもさ、これ見たらさ、イペリコめっちゃ食べてる。 1,2,3,4,5 5くらい、もう5皿くらい食べた。13皿。いや、これでもっと取れたでしょ。これ絶対取れたかな。ちょっと一回計算してみる。計算しましょう。これ330 275プラス12。お、取れた。3300プラス33。取れた取れた。3630円です。食べた。もう食べ過ぎてもう眠い。寝たい。もう子供みたい。まあ、じゃあ挑戦成功ということで。イエーイ。やっぱり一人のしゃぶしゃぶなかなかないからさ、入りやすかったね店は。うん、とってもなんか新鮮な感じでした。はい、で食べ放題だし、お腹いっぱいだし、満足だし、いい経験だなと思ってます。皆さんもね、食べ放題に興味あったらぜひこちらへ遊びに来てください。じゃあ私の動画以上になります。皆さんも食べ放題食べますか？ぜひコメントしてみてくださいね。私、Twitter、Facebook、Instagram やってますのでフォローしてね。バイバーイ。